ギャラリー再開は、大阪府大阪市何区恵比寿東に所在する、かつての喫茶店。その建物が、国の登録有形文化財に登録され、生きた建築ミュージアムに選定されている。通天閣から放射状に伸びる道路に面する1953年の建築で、かつては純喫茶、再開として営業していた。設計は、日本建築学会賞作品賞受賞歴のある、 石井さで南欧風の佇まい。1997年改修し、ギャラリー再開として再オープン。ジャズコンサートが定期的に開催される。1階から2階へはカーブを描く階段があり、2階にはグランドピアノ、レンガを用いた暖炉、シャンデリアがあり、片岡知恵像から寄贈された時計、鏡がある。1953年竣工、2007年改修。 木造2階建て、スレート武器、切り妻作り妻入り、建築面積97平方メートル、間口3軒、奥行き10軒で、中庭を介して、店舗と住居を通路でつなぐ、伝統的な町屋形式となっている。ファサードは、屋根直下にある、独特の幾何学模様の破風飾り、2階にあるねじれ、柱付けのバルコニー、1階にあるガスト風の照明や、出窓など、 舞台美術を思わせる特徴的なデザインとなっている。2007年5月15日、登録有形文化財となった。ありがとうございます。